陸王 14.7%、 それが第1話の視聴率なんだけど、この前のクールのごめん愛してるが初回 9.8% と一桁発進と低調だったのとは対照的に、さすが池井戸潤原作作品。うん、2時間拡大スペシャルにもかかわらず見事このクールの2位スタートを決めたわけで、まあ、ちなみにね、第1位は案の定のドクター X 外科医大門未知子 20.9%。 うん、で、ところでウェブサイトビジネスジャーナルではこんな解説が、放送前はまた池井戸潤の作品か、どうせ同じパターンだろ、いい加減飽きたという声も多く、初回放送後もやっぱり下町ロケットと同じ感じという意見もネット上では見られた。ただその予定調和こそが陸王の好調の鍵を握っていると言えそうだ。経営危機に陥った会社が舞台となり、社長が主人公、様々な苦難に立ち向かい、多くの社員や人間の人生を背負いながら立ち直っていくという様子を描く序盤の展開は TBS 版下町ロケットと同じ。またドラマの鍵を握るキャラクター茂木を竹内涼真、そのライバルである毛塚くんには佐野岳と、下町ロケットにも出演していた二人が演じている。さらにはテレビドラマにはあまり馴染みのない落語家や芸人を起用しているという点も似ている。下町ロケットでは落語家の立川談春が佃製作所の経理担当者役、芸人の今田耕司が大学病院の医師役で出演していたが、陸王では銀行の支店長役で落語家の桂ジャクジャク、ライバル企業アトランティス社の社員役として芸人の小籔和豊が出演し、それぞれ悪役を演じているのだ。そういったキャストたちの中で最も今作品に深みを増しているのが歌舞伎役者の市川右團次だろう。アトランティスの社員村野貴彦として模擬の走りを常に見守り、並々ならぬ思いを持って支えている人物だ。こうした絶妙な配役がヒットに大きく影響していることは間違いない。最近のドラマでは出演者を先に決めてしまったがために、小説や漫画などの原作から設定を変更、時にはキャラクターの年齢や性別まで変更させてしまい、原作ファンから反感を買うケースも多い。だが池井戸潤作品ではそういった改変がほとんど見られない。ドラマ内の人物と演じている人物がぴったりとフィットしているからこそ、どの場面を切り取ってもその人物が抱えている人生が垣間見え、視聴者も引き込まれていくのだ。人物の作り込みが丁寧だからこそ、同じ原作者でよくありがちな予定調和と言える展開でもマンネリにはならずに飽きさせないのだと思う。なるほどね。うん。で、さて、そんな陸王に毎度おなじみのあの方からメールが。埼玉中央銀行の支店長なのにベタベタの関西弁で話す桂ジャクジャクさんが印象的だった今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。陸王第1話、相変わらず半沢直樹系の登場人物が全員熱々のドラマ展開でしたね。ジャクジャクさんといい、小籔さんといい、毎回どのようなお笑い人材が登場するのかも日曜劇場の楽しみの一つです。今回は靴をテーマにしたドラマなので、ここでは靴が登場した映画を紹介していきます。まず社長を主人公にした靴に関わる映画といえば、黒沢明監督の天国と地獄を思い出します。誘拐犯に立ち向かう三船敏郎さんが演じたのはナショナルシューズという婦人用の靴を作る老舗メーカーの社長です。映画の冒頭、コストダウンのために試作提案された靴を、うちはこんな安物でレベルの低い靴を売る会社じゃない、と靴底を引きちぎってしまう熱い社長を演じていました。また誘拐犯を探す手がかりとして、お金を入れた革のカバンにある薬剤を縫い込んで仕込むという場面がありました。私がやりましょうと自ら買って出た社長が革のカバンをいじりながらこう言います。昔はね、靴屋はカバンの修理もやったもんですよ、と手慣れた職人の手つきで作業を進めます。そういえば私の近所の看板にも靴、カバンと書かれてあったことを思い出すワンシーンなのです。
靴そのものを描く映画ではないのに、ナショナルシューズという会社の靴が見えてきます。またどの場面においても熱く話す社長の姿に、経営者としての日常的な様子も見えてきます。それをわずかなシーンや細やかな演出で感じさせてしまうのが黒沢作品のすごいところです。陸王の小はぜ屋も100年続く老舗企業です。役所広司さんがどのような社長の姿を見せてくれるのか楽しみにしたいと思います。ふん、ということで、何はともあれ陸王、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。